上野隆二と申します。私は医学を専攻しまして、医学の研究をずっと今まで行ってきました研究者です。音楽がずっと好きで、音楽のことも現在はシェナンドーコンサバトリーといいますシェナンド大学の音楽部で、講師をして教えております。演奏するっていうことがちょっとハードル高い人にとって、その音楽療法の中で音楽を聴くだけっていうのではどうですか？あんまり効果っていうのはあんまないんですかね？いや、そんなことないと思います。音楽を聴く側からというのも、いろいろ私も考えておるわけなんですけど、聴く側から見ましてもですね、その音楽中枢というのは先ほど記憶と関連していると言いましたけれども、聴いてる人もですね、ああ、この人すごく上手だなという、感動するなというふうなことはですね、結局自分の持っております記憶の中にあります音楽と、今現実に演奏されている音楽との、この比較を常に脳の中では行っております。